なんだここ、なんだこれは。おい、おっさん。誰だお前は。ようやく目覚めたかよ。誰ですか。俺が誰かわかんねえか。おめえよ、何年か前におめえの会社の社員リストラしたろ。その中の一人が俺だよ。違う、あれは会社に言われて仕方がなかった。うるせえよ、言い訳なんか聞きたくねえんだよ。おめえも助からねえで覚悟しろよ。いや、あの、命だけは助けてくれ。うるせえおっさん。やめてくれ、覚悟しろつけろ。助けてお姉ちゃん。助けてくれ。うるせえよ、助けなんて来ねえんだよ。この倉庫の前に何もねえんだよ。金ならいくらでもある。金なんていらねえよ、覚悟しろつってんだよおっさん。助けてくれ、おっさん、助けてくれ、お姉ちゃん。私には家族がいるんだ、頼む助けてくれ。俺にも家族がいたんだよ、おめえのせいで無茶苦茶だよ。そんな、うるせえ、覚悟しろおっさん。やめてくれ、お姉ちゃん。お姉ちゃん呼んでんじゃねえよ、おめえ。お前ぐらいのおっさんがこういうピンチでお姉ちゃん呼んでんじゃねえぞこの野郎。あ、お姉ちゃん呼ばない。お姉ちゃん呼ばねえんだな、覚悟しろよこの。お姉ちゃん、お姉ちゃん呼んでんじゃねえよ。お姉ちゃん呼んでんじゃねえっつってんだよ。お姉ちゃん、お前いくつだよ。56だ。お姉ちゃん呼んでんじゃねえよ。じゃあお姉ちゃん僕助けれないんだよ、 俺のことよ。ここ来ても。すまない、あの、電話をさせてくれ。誰にだよ。部下にだ。ああ、仕事の引き継ぎをする。もう覚悟できたんだな。ああ。携帯どこだよ。ここだ。なんてやつだ。田中だ。お、田中、お前の断末魔引かしてやるよ。田中、どこだ。部で登録してある。部下で登録してんじゃねえか、お前。そんなんだからリストラすんだろ、おめえよ。お、田中だよ。お姉ちゃん。お姉ちゃんじゃねえだろ、お前。こいつはお姉ちゃんじゃねえだろ、お前。何やってんだよ、おめえよ。頼む、やはり命だけは助けてくれ。あ、私が死んだら誰が親の介護をするんだ。親の介護、そのお前大好きなお姉ちゃんに頼めばいいじゃないかよ。私は一人っ子だ。お前、お姉ちゃんいねえのかよ、お前。何なんだよ、ずっとおめえよ。いや、その、別にあの、自分の実のお姉ちゃんというよりはその、なんか助けてくれる象徴というお姉ちゃんであって、別にその、そういうお姉ちゃんではないというか、なんかそれはそっちが勘違いしただけだって。分かった、もういい。お前、無理だわ、あの、悪かったな。あ、どうもありがとうございました。